リーゼロチャージ。緑に輝く母の星、力の限り守り抜け、嵐の訓練乗り越えて、目指すは勝利の星吹雪。生きる命の爆発だ、ゼロチャージで戦うぞ。ゼロテスターとは、生命維持度ゼロの限界に挑戦し、地球の明日を切り開いていく、勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。リニアモーターカーにより日本縦断新幹線が開設されて久しい。今しもリニアモーターカーアース号は関門海峡を東京英才小学校の九州一周修学旅行の夢を乗せてひた走る。だがそこに恐ろしい出来事が待っていた。なんだトンネルか。ん、緊急自動制御。無事だったか。ぼちぼち寝るとするが。続いて奇妙なニュースをお伝えいたします。山陽新幹線のアース号が行方不明になりました。今朝関門トンネルで起こった修学旅行専用列車アース号の行方不明事件は、その後の調べで死体となって発見された乗務員以外若干の遺留品を残すのみで皆目見当がつきません。列車が行方不明だって？そんなバカなことは。なんだと？列車が丸ごと消えちまったって？なお乗客は東京の英才小学校の生徒たちで、九州に向かう途中でした。国鉄では原因が判明するまで関門トンネルの使用はしないということであります。博士、見ましたか今のニュース。うん、不思議な事件が起こったもんだ。この事件には裏に何かあるんじゃないですか。うん、一度我々の手で現地調査をしてみようと思いますが。分かった、行って調べてみてくれ。何か手がかりがつかめたらすぐに連絡をしてくれ。博士、私も一緒に行きます。うん。ああ、寝そこなってしまったか。何言ってんだ、人間二日や三日寝なくったって死にゃしねえぜ。嵐も少しはスマートになれるわよ。言ったな、いざ覚えとけよ。CQ、CQ、こちらヒロシ、ジロー君応答願います。やっぱりダメか。あのアス号にはハム仲間のジロー君も乗ってたんだ。最新型のトランジスタ通信機で僕と交信することになってたんだけどな。列車が消えた地点まで行って調べてみよう。さあ。ねえ吹雪、おかしいわね。別に変わった様子はないようだわ。確かこの辺が消えた地点なんだが。えいっ、あっ、びくともしねえや。しっかりしたもんだぜ。煙のように消えるってこのことね。
なんだろう。これは携帯ビデオカメラだ。しかもテープが回りきってる。嵐、これは何か手がかりになるかもしれんぞ。テープが回りきってバッテリーが上がってしまってる。ということは、ウブキ、そのカメラの中には。このビデオの分析と地中底シールドの出動をステーションに頼んでくれ。了解。どうやら再生できそうだぞ。どうだった？何か映っとるかね、ヤン。あ、映ってますね。プレイバックします。これはどうやらトンネルに入ったらしいな。トンネルの中のアース号ですね。カメラはここで何らかの理由で外に飛び出したんでしょう。は？ヤン、ビデオを止めろ。もう一度今のところを見たいんだ。スローモーションでな。はい。そうか、トンネル全部がある区間そっくり外れてしまうんだ。リサ、君たちがいたトンネルの隣にそっくり同じトンネルと消えたアース号があるはずだ。ひょっとすると列車の次に狙われているのはゼロテスターかもしれんぞ。おい、フブキ、何か変わったところでもあるか？いや、別に。あっけらかんとしたもんだぜ。ゼロテスターの間抜けどもに分かってたまるか。一つ謎解きの手助けをしてやるか。おお、なんだなんだ、どうしたんだ。動いてる、嵐、トンネルが動いてるぞ。アスゴだ。くそ、こんな仕掛けがしてあったのか。とにかく見てみよう。吹雪、見ろ、トンネルがない。そうか、トンネルのあの部分が分離されて動くようになっているんだ。こうなったら虎穴に入らずんば虎子を得ずだ。進んで罠にかかってやるぜ。おお、人っ子一人いないぜ。みんなどこ行っちまったんだろう。子供たちしか乗ってなかったんだぜ。とにかく徹底的に調べるんだ。見ろ、嵐、向こうにトンネル、いや洞窟が続いている。行って調べよう。あっ、くしょう、人をバカにしやがって。待て、風紀、俺たちは見張られてるんだぜ。進化。おお、あ、あいつはこの洞窟はこのアーマノイドコウモリが支えてるんだぞ。今この腕を外せば。地中底シールド点検終了。これより出動いたします。うん、キャプテン、急いでくれ。吹雪と嵐からの通信が切れて随分経つ。何かが起こったのは間違いない。了解、博士。吹雪、嵐、無事でいてくれ。地中底シールド運搬にはテスター4号機コンテナナンバー8を使用します。閉じ込められてしまった。店も全然通じない。吹雪は一体どうしただろう。ここは昔の廃校なんだな。迷路のようだ。すっかり迷ってしまった。ん？あれは。さらわれた子供たちじゃないか。
した。俺はここで待機している。何かあったらすぐに知らせろ。わかりました。必ず吹雪と嵐を見つけ出します。位置は大体わかってますから。あら、ゼロテスターヘルメットの反応だわ。酸素が不足してきたらしい。この分じゃ近いわ。なんだあの音は。おお、地底戦車シールドだ。助かったぞ。こちらリサ、キャプテン応答願います。こちら剣持、何かあったか。嵐は救い出しましたが、吹雪が見つかりません。やはり天の人の仕業です。よし、わかった。アーマノイドと分かったからには気をつけて吹雪の救出を続けろ。博士、事件の裏にはやはりアーマノイドがおりました。やはりアーマノイドの仕業か。博士、アーマノイドの狙いは一体何なんでしょうか。分からん。新しい事実が分かったらすぐに知らせてくれ。待っとるぞ。了解、博士。ヤン、九州の地図を出してくれ。はい。アーマノイドめ。メビウスめ、一体何を企んでいるんだ。よし、物ども出発だ。行け。くしょう、どこへ行くつもりだ。あの子たちを一体どうしようってんだ。教えてやろうか。彼らは鋼鉄人間になるのさ。人体改造基地の準備は全て整っているのだ。もう我々はここに用はない。次元爆弾だ。100メートルぐらいだわ。吹雪のやつ何をしてるんだ。なんだ、何が起きたんだ。近くで大きな地震か地下爆発があったのよ。爆発。消えたわ。吹雪のヘルメットの反応が消えたの。なんだと。ヘルメットの反応が消えたってことは。かわいそうな吹雪。リサ、泣いてないで早く現場行くんだ。ひどい煙だぜ。相当の爆発があったようだな。おい、吹雪、どこにいる。いたら返事をしろ。吹雪、こんなとこで爆発があったんじゃ。死んでたまるか。吹雪はゼロテスターなんだぞ。吹雪のヘルメットだ。あ、嵐、吹雪はあの爆発で。吹雪のやつ、死んじまいやがって。なんてこったい。吹雪が死んでしまったなんて。吹雪のバカ野郎。何もそんなに慌てて死ぬことはねえじゃねえかい。畜生。そうバカバカ言うない。吹雪、記事だったのか。これでも俺はゼロテスターだぜ。それより子供たち危ない。すぐキャプテンへ連絡だ。奴ら子供たちを人体改造基地で鋼鉄人間に改造するつもりなんですよ。なんだと。奴らの考えそうなことだ。てめえたちを改造するだけでは気が済まなくて、罪のない子供たちまで。何としても子供たちを救い出さなくては。
夜が明けるまでには発電所も動き始めるだろう。さて、誰を一番最初に人体改造機にかけてやろうかな。お前か、それとも貴様か。怖いよ、ママ。ママ。九州一円の修学旅行がこんなことになろうとはな。さぞ阿蘇さんが見たかったことだろう。しかしお前たちはその阿蘇の火山の熱で鋼鉄人間に生まれ変わるのだ。阿蘇だって？そうか、ここ阿蘇なのか。あ、ジロ君からだ。どこにいるんだ、ジロ君。阿蘇、阿蘇、阿蘇。なんだろう、阿蘇って。なんだ、何をしてるんだ。何かあったのかな。メビウス、この小僧がこんなものを持っていました。これはトランジスタ通信だぞ。よし、お前を最初に人体改造機にかけてやる。いやだよ、助けてよ。僕何にもしてないんだよ。ジタバタするな。いやだよ。助けてくれ、ゼロテスター。キャプテン、じっと手をこまねいていても仕方ありません。我々は行動あるのみです。吹雪の言う通りだ、キャプテン。我々はテスター1号を飛ばして九州の隅から隅まで片っ端から基地を探し出してやります。いたずらに時が経つばかりです、キャプテン。九州といえども広い。空から基地が見つかるくらいならとっくに見つかっているはずだ。博士からの指令を待とう。どうだ、アイアン、アーマノイド基地は突き止められたか。この範囲であることには間違いありませんが、ここと一点に決めることができないんです。何しろデータが不足しているもんですから。基地を突き止めずに攻撃命令を出すわけにもいかんしな。もう少し敵の出方を待ってみますか、博士。それでは遅すぎるのだ。今度ばかりは後手後手に回ったようだ。パパ、ヒロシだよ。なんだね、ヒロシ。パパ、アーマノイドにさらわれた友達のジロー君から変な通信音が送られてきたんだ。何？どんな内容だ？言ってごらん。モールス信号で、あっそ、あっそと繰り返すんだよ。そうか、よくやった、ヒロシ。ヤン、攻撃命令を出せ。攻撃目標は、阿蘇だ。そうか、阿蘇なら火山熱を利用した地熱発電所が容易に作れる。攻撃命令だ。いよいよおいでなすか。攻撃目標は阿蘇火山。多分基地は地下に建設されているものと思われる。ゼロタスター1号2号はアーマノイド基地の破壊とさらわれた子供たちの救出を直ちに実行せよ。ゼロテスター、直ちに発進します。全力加速。準備完了しました、メビウス様。よし、スイッチを入れろ。はい、はい。人体改造機の熱板が焼けてくるぞ。やめてよ、やめてくれよ。阿蘇さんだ。これでも食らえ。
こいつらに用はない。始末してしまえ。基地はゼロテスターに発見された。貴様らはここで死んでもらう。はあ、早くみんな、こっちが出口だ。僕のこと置いていかないでよ。大丈夫だよ、置いていきはしない。出口さん、抜いてあげましょう。子供たちは俺が引き受けた。ブギ、行ってこい。了解、キャプテン。よし。あ、危ない、リサ。あ、リサ、どうした。リサ、ゼロビーン！リーマンド緊急ベリエイゼロチャージ生きる命の爆発だ。やったぞ、ゼロテスター。待ってと死んだ。またしてもゼロテスターどもめ。しかしこれくらいで諦めるメビウス様ではないわ。今に見ておれ。ゼロ、我らのゼロテスター。アーマノイドの企みは阿蘇の地底に消えた。だがアーマノイドはきっと次の野望の爪を研いでいる。負けるな、ゼロテスター。頑張れ、ゼロテスター。さて来週は南極乗っ取り作戦。氷山が大移動を始め、南極基地が氷に閉ざされる。荒れ狂う磁気嵐、アーマノイドの特殊潜航艇がテスター1号を襲う。生命維持度ゼロ。さあ来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰にも渡さぬ我らのふるさと、平和を求めて飛び立つ朝は希望に輝く母の星、力の限り守り抜け、嵐の訓練乗り越えて、目指すは勝利。
ゼロテスターとは、生命維持度ゼロの限界に挑戦し、地球の明日を切り開いていく、勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。人類がようやく生活できるようになった南極大陸に、今、氷河の恐怖が押し寄せていた。氷山の数が日増しに増え、そして捕鯨船や観測船の謎の遭難が次々と報告された。何の恨みがあって、俺たちをこんな目に。ああ、ダメよ嵐、勝手にコード外しちゃう。うるさい、そっちもあったかいからそんなこと言えるんだよ。ふぶき、おい、大丈夫か。ふぶき、聞いてんのかよ。死んだのか。おい、あ、顎が凍っちゃったよ。二人には気の毒だけど、まだ序の口よ。もう少し温度下げるわ。まだ下げるのかい。映像は南極第三基地の引き上げ中の隊員から送ってます。だいぶひどいな。はい。これで南極基地は全滅か。隊員たちはなんとか無事に引き上げられればいいんですが。引き上げたのではないのか。一応基地は出ましたが、船も飛行機も南極圏を出るまでは安心できません。こちら開発センター本部、どうぞ。こちら東京 JE111。 博士、ヒロシ君からです。なんだ、ヒロシ。オーストラリアの友達とハモってたらさ、また SOS の無線をキャッチしたんだ。ほら、聞いてよ。こちらオーストラリア船団、ライン70度、整形160度。南極にいる船だな。こちらも傍受しました、博士。これで12回目ですよ。南極ばかり12回か。流氷といい、遭難といい、これは狙われてるな、剣持君。あ、博士。ゼロテスター、緊急出動せよ。了解、キャプテン。吹雪、嵐、緊急出動よ。嵐、生きてるんでしょ、嵐。吹雪、吹雪。吹雪、ちょっとやりすぎたかしら。そうらしいよ。こっちの体が頑丈だと思って温度をバンバン下げやがってさ。脅かさないでよ。それより緊急指令よ、吹雪。分かってるよ。テスター2号は昭和基地へ着陸する。ゼロテスターは偵察飛行を続けろ。了解了解、キャプテン。見ろ、氷がどんどん作られて流れていく。これで南極氷詰め作戦は 90% は成功したわけだ。
南極から逃げ出す船や飛行機は全て叩き落としているだろうな。はい、メビウス様、ご覧ください。イルカは1分間に1頭の割合で改造されております。そうだ、その調子だ。お前たち、南極大陸から人間どもを追い出すのだ。南極は我がアーマノイドのものだぞ。見てみろ、基地全体が氷詰めだぜ。こりゃひどいや、せっかく町らしくなったっていうのに。吹雪嵐、前方10キロのタウンゼントシティもすっかり氷漬けのようよ。見ろ、すごい流氷群だ。おかしいわ、この辺は流氷は冬しか発生しないはずよ。そのおかしいのを調べるのが俺たちの仕事さ。よし、この辺を中心に調査だ。嵐は東、リサは北を頼む。俺は南を調べる。1時間後にここに集合だ。よし、分かった。やってみよう。チャージアウト。汚なゼロテスターめ。お前たちも氷漬けにしてやるぞ。まずあの3人が連絡できないようにしろ。磁気嵐を起こせ。はい、メビウス様。こちらマーク3。リサ聞こえるか。磁気嵐だな。南極じゃ当たり前の現象だ。それにしてもまずい時に磁気嵐になっちまったな。肝心な時に連絡が取れないとなると。イルカだ。空を飛ぶのか。あ、よし。イルカどもアーマノイドに改造されたな。ほう、電磁バリア。クソ、逃がすもんか。アーマノイドの連中がどこにいるか探り出さなきゃならないんだからな。なんだ。うわっ、ああ、うわっ、しやがって。ダメだ、やつもバリアを使ってるんだ。あいつか。しまった。エンジンが。
しまった、マークワンが氷漬けになってしまった。くそ、氷漬けになったマークワンか。これで吹雪は死を待つだけだ。このままじゃ公園死んじまう。ダメだ、エンジンがかからん。クソ、なんとかしてエンジンをかけなくちゃ。カチンカチンになっちまうぞ。緊急指導をするしか。クソ、どんどん冷えてやがるぜ。火薬を使って指導させれば。ボタンが凍りついてしまってる。死ね、ゼロテスター。お前の血は寒さのために凍ってゆく、眠るように死んでゆくのだ。残り2人のゼロテスターも奴と同じ運命になるのだ。ダメだわ、流氷の他何も見えないわ。そうか、電源コードをショートさせりゃ。閉めた、エンジンがかかった。よし、これでエネルギーを貯めればなんとかなるだろう。しかし、このでっかい氷の中からどうやって出るんだ。寒い。リサ、聞こえるか。リサ、吹雪はどうした。ダメだわ、マーク2の無線も入らない。アラシ、チャージインするわ。なんだ、チャージインか。よし、リサ、一体どうしたんだ。吹雪のやつは、俺の方は連絡が取れないんだ。磁気嵐がひどすぎるのよ、私の方もダメ。くそ、吹雪のやつ、何遊んでやがるんだ。嵐、吹雪はもしかするとアーマノイドにやられたとでも言いたいのか。冗談じゃないで、リサ、あの吹雪がやられたり死んだりするもんか。分かったかね、ヤン、磁気嵐の原因が。いえ、原因そのものはまだ分かりませんが、ただ人工的に磁気嵐を起こしたようです、うん、やっぱり。磁気嵐の発生源はこの昭和基地より南20度の海底のようです。何、海底。レーザーを使うにはエネルギーが足らないんだ。氷を砕くエネルギーがなければ脱出は不可能だ。生命一度ゼロ。くそ、見えるものといえば相変わらず流氷ばかりだ。どこ行っちまったんだい、吹雪のやつは。あ、あれは何かしら。オーロラか。オーロラじゃないわ、あの輝き方は。なるほど、あれはオーロラじゃない。レーザービームの光と同じだと思わない。は、吹雪じゃないかしら。違いない、吹雪はあの氷の中にいるのよ。嵐、リザ、高熱ビームで氷を割っちまうんだ。了解、嵐。
体が押しつぶされるのか。氷が。よし、脱出だ。ゼロチャージ。吹雪、大丈夫？ああ、大丈夫さ。嵐、テスター2号へ帰還だ。俺のマーク1はガタガタなんだ。了解了解、吹雪。敵の正体が分かれば戦うのみだ。吹雪、嵐、リサ、お前たちゼロテスターはクジラの先行艇発見に全力を挙げ、これを叩け。俺と他のテスター隊員はテスター3号でイルカ全滅作戦に当たる。了解。了解。まだ続いてる。レーダーじゃ探せないわ。テレビを使ってくれ。イルカのタイムを探せばそこにクジラがいるんだ。俺はこのどんぐりマラコで探すさ。来た。前方15キロイルカの下にクジラらしい影があるわ。行くぜ嵐。おう吹雪、さっきの氷漬けのお返しをバッチリしろよ。ゼロテスター名、小賢しくもまた攻撃をしようというのか。レビウス様、こちらのスクリーンをご覧ください。何？テスター殿がイルカを。あれもゼロテスターか。加減ビーム用意。もっとイルカの数を増やせ。そして奴らをやっつけるのだ。レビウス様、テスター1号が我がクジラ潜水艇に攻撃を仕掛けてきます。くそ。レッスンビーム。誰が同じ手口に引っかかるものか。出たな。クジラだ。嵐、リサ、行くぞ。緑に輝く母の星、力の限り守り抜け。ダメだ吹雪、このままバリアばっかり張ってたらこっちのエネルギーが持たなくなるぞ。分かってる。よし、ゼロビームを使う。の星吹雪、生きる意味。リサ、バッテン急降下するぞ。そしてゼロビーム攻撃だ。リーダー、無茶よ。急降下してマッハ5なんて無茶だわ。海面にぶち当たっちまうぞ吹雪。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。まともにやってあのクジラがやっつけられると思っているのか。やっつけろゼロテスター。
2.5、マッハ3、高度3万。テルビームエネルギー、蓄積完了。照準よし、ジャンビーム。燃える心だ、太陽だ。逆進ジャンジャン。飛び立ち彼方に虹の橋。ガッツな血潮は爆発だ。クソ、覚えていろゼロテスターめ。何度でも我々は地球破壊にやってくるぞ。海にぶつからないで済んだ。吹雪、やっつけられたのはよかったけど、無茶なチャージアウトはもうやめてね。私バラバラになりそうだったわ。まともな上昇なんかやってりゃ今頃バラバラさ。あの場合横飛びに機体を跳ね飛ばす以外仕方ねえもんな。ああ、テスター1号の強さを実験してみせたのさ。ゼロテスターとしてはな。こちらテスター3号、流氷発生装置の破壊は完了だ。テスター1号、作戦完了。帰還します。よしよし、ゴー。来週は吹雪生命維持度ゼロ、ナイルの底に沈んだ神殿が突然隆起、謎の石像ロボットが現れる。危ない、チャージアウトに失敗するテスター1号、ガンの激流に飲まれる吹雪。さあ来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰にも渡さぬ我らのふるさと、平和を求めて飛び立つ朝は希望。ゼロテスターとは、生命維持度ゼロの限界に挑戦し、地球の明日を切り開いていく、勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。
今からおよそ5000年の昔、エジプト文明の花を咲かせたナイル川、今そこに世界一のアスワン第二ダムが建設され、不毛の砂漠に農耕が可能となった。しかし同時にかつての文明が湖の底に沈んでしまったのである。ナイルの水を奪え、エネルギーを奪え、アフリカを日干しにしてアーマノイドの王国を作るのだ。もう一歩だ。腰のひねりが足らん。アンゴをグッと引いて。吹雪、いい線いってたわよ。よし、今度は俺の出番だ。一発で決めてやるからな。立花だ。ゼロテスターを至急アフリカのナイルへ向かわせてくれんか。ナイルで何か事件が起きたんですか、博士。いや、緊急事態というほどのことではないんだが、ゼルテスターにナイル付近の干ばつの状況を報告してもらいたいんだ。了解しました。おい、リザ、誘導しっかり頼むぜ。あれ、しまって、キャプテンから連絡よ。着水訓練は中止だ。ゼルテスターはナイルへ飛んで干ばつの模様を本部へ報告せよ。キャプテン、俺はまだ訓練を一度も。博士からの命令だ。くそ、なんでなんで。いつも吹雪だけがかっこいいとこ見せやがってさ。かっこいいとこは訓練じゃなくて実践で見せるものよ。そうでしょ、お二人さん。こいつは一本やられたぜ。お気の毒様、嵐さん。確かない。一体あれほど膨大な量の水が一晩でどこへ消えてしまったというんだ。博士、また新しい情報が入りました。ナイル川を挟んでピラミッドと反対側にある石油基地の跡から大量の水が猛烈な勢いで噴き出したそうです。何、いつのことだ。発見したのは今朝の明け方です。幸い水はパイプラインを通して海へ流したんで3時には至っていませんが。かたや異常干ばつ、かたや異常出水、これは何かあるな。強い干ばつだ。アフリカは毎年のように水危機に悩まされるっていうけど、まさかこんなにひどいとは思わなかったな。いや、全くこのまま干からびちまったら人間は一体どうなるんだ。解決する方法はないのかしら。我々の手で解決できるんだったら何とかしてあげたいんだがな。しかし、いくら万能のゼロテスターといえども水危機の解決ばっかりはちょいと無理だ。まったくお手上げだぜ。ほら、あれがアスワン第二ダムよ。でっかいダムだぜ。その割に水が少ないわね。ナイルまで干上がっちまったか。父
なるナイルと言われたこの川もお天道様には勝てないと見えるな。開発センター、開発センター、こちらゼロテスターです。ただいまよりアスワン第二ダム付近の画像を送ります。これより上流に向かいます。画像は引き続き送ります。以上。自然現象の変化っていうのは我々の手でどうにかならないもんでしょうかね。ヤン、君はこれが単なる自然現象だと思えるか。見たまえ。変ですね、博士。上流からはあんなに激しく水が流れ込んでるのに湖は空っぽだなんてどういうことでしょう。立花だ。吹雪、もう一度ナセル湖へ戻ってくれ。異常箇所がないか調べるんだ。異常箇所ですって博士。まさかナセル湖の水が漏れてる穴でも探せってんじゃないでしょうね。そうだ、その穴を探す。博士、冗談はやめてください。いくら水にがすっからかんだからって穴の開いたバケツと一緒にしたんじゃ水にがかわいそうですぜ。わしは冗談を言っとらん。おやらしい、博士をからかうのはよせよ。血圧が高くなると後で困るのは俺たちだぜ。吹雪、わしはまだ若い。余計な心配するな。聞こえましたか博士。わしの耳まで老人扱いする気か。いや、そのおバカさんで二人とも。しかしよ吹雪、湖の穴を探せってこっから見えるのはあの神殿の入り口ぐらいなもんだぜ。神殿、うん、なんだい、あの化け物みてえな像は。ああ、あれか。あれは大昔の遺跡だ。5000年前に栄えたエジプト王朝の王様や王子たちの像なんだ。それにしても昔の人はまたバカでっかいのを作るのが好きだったんだな、きっと。この神殿は普段は水の中に沈んでいるのよ。ピラミッドとともにこの巨大な遺跡はエジプトの人の誇りだった。そして今でもそれはエジプトの人々の心に残ってるのね。ほら、祈りを捧げてるわ。ほう、なるほど。アスワンダムという新しい誇りを手に入れた代わりにエジプトの人々は古い誇りを湖に沈めてしまったんだ。水飢饉のおかげでその古い誇りがまた復活したというわけね。さっきの情報だが、ここの石油基地で噴き出した水が実はアスワン第二ダムの水だったのかもしれんな。しかし博士、ナセル湖から石油基地までおよそ500キロは離れてるはずです。それだけの長距離に排水路を作るのはこれは並大抵のことじゃできませんよ。いや、もしナセル湖の真下に石油層があったと考えてみたまえ。なるほど、そうすると湖の真下を掘るだけで水は自然と石油層の空洞を利用して航海まで流れていくわけですね。おそらくな。しかし一体誰が、なぜそんなバカなことを。アフリカを日干しにするつもりなんだ、敵は。敵？敵ですって博士。地球の人間の誰がこんな悪質ないたずらをするもんか。では敵とはアーマノイド。その通り。なかなか結構な出来栄え、本物そっくりだ。メビウス様、ご覧ください。あれよ、バカのウロチョロしおって。しかしまさか我々がここに潜んで大それた計画を実行中とは奴らは気がつかないと見えるわ。見ていろゼロテスターミン、このロボットの威力を試す格好の実験台になってもらうわ。充電完了しました、メビウス様。待っていたぞこの時を。よし、兵士どもを乗り込ませろ。すべて準備が完了しました、メビウス様。よし、出撃だ。見ろ、100万ボルトの電圧の威力を。うわあ、うわあ、おい、無茶するなよ。危ないところだった。何が起きたんだ。あれは、アーマノイドだ。そこにおるのはゼロテスターであろう。早々に立ち去れ。
おお、ファラオだ。ついにファラオが姿を現された。おお、ファラオだ。よし、戦闘準備、各チャージシートにつける。オッケー。全員チャージシートについたか。オッケー。オッケーだ。立ちさらぬとあらば。待って、吹雪、下を見て。帰れ。どっちの味方をしてるんだ、天地は。私たちに抗議してるわ。バカ野郎、ロボットを何だと思ってるんだ。アーマノイドだぞ。誤解してるんだ、みんなは。あのロボットが王様の化身だと思ってるんだ。吹雪、大丈夫か。また来るぞ。チャージアウト。今度こそやっつけてやる。行くぞ。待って、吹雪、あの人たちを巻き込むことはできないわ。ほら、何をする。ファラオに無礼だぞ。まずいな、ひとまず退却だ。いざ、武器が飛んだ。パラシュートが開かないわ。吹雪、引っ込まれていく。嵐、ミサ、ダメだ。生命維持度ゼロ。こちらゼロテスター、こちらゼロテスター、開発センター応答願います。開発センター応答願います。こちらゼロテスター、こちらゼロテスター。立花だ、どうした。アマノイドの逆襲に遭い、マークワンは操作不能、吹雪は行方不明、生命維持度ゼロです。大至急応援をお願いします。よし、分かった。キャプテンを現場に急行させる。わしに歯向かう者は皆死ぬのだ。わしはナイルの王ファラオだ。今水の中から生き返った。わしを水に沈めた憎い奴らを呪い返してやる。おお、ファラオが生き返った。きっと我々を助けてくださるんだ。このども危険、わしは蘇った。わしに逆らう者は容赦せぬ。はあ、くそ、何がファラオだ。アーマノイドめ、吹雪に代わってこの嵐が貴様の正体を暴いてやる。待って、嵐、今ロボットを攻撃すれば人々を敵に回すことになるわ。止めるな、リサ。嵐、待つのよ、吹雪が戻ってくるまで。吹雪は、吹雪は生きてる、きっと生きてるわ。そうか、吹雪はゼロテスターなんだ。生命維持度ゼロの極限を乗り越えてくるさ。吹雪、早く戻ってこい。発電所だ。たくさん作ってやがるぜ。やれ、もっとやれ。ダムを破壊してしまうのだ。
なさい。あいつらのせいだ。吹雪、早く戻ってきてくれ。俺はもう我慢できねえんだ。あ、嵐2号機だわ。キャプテンが応援に来てくれたのよ。キャプテン。キャプテン、大変です。吹雪が。何？吹雪はどうしたんだ。バカモン、大きな図体してなくな。どうしたというんだ。すいません。脱出したきり行方が分かりません。濁流に落ちてからは。吹雪、死んなよ。なんだあれは。民衆はあのアーマノイドのロボットをファラオの再現だと信じてるんです。まずいな。まともに戦えば民衆を敵に回してしまう。それでお前たち手も足も出なかったわけだな。そうなんですよ。そうでなければこの嵐号があんなロボットひとひねりにしてくれるとこなのに。王様ロボットに次ぐ第2弾目、王子ロボットの完成だ。準備はできたか。はい、準備完了いたしました、メビウス様。よし、ワゴンを下ろせ。奇跡するつもりだな。誰だ。何事だ。メビウス様、あそこへ。吹雪、物とも逃がすな。撃てー。早く始末しろ。ロボットを吹雪に乗っ取られた。逃げろ。早く基地を脱出しろ。早く。発電用の水力タービンを踏み潰してしまったぞ。私が破壊する。お前はあの目障りなゼロテスターどもをやっつけろ。いよいよこっちに向かってくるぜキャプテン。このままじゃやられてしまう。よし、ミサイル攻撃の用意だ。ここはわしに任せろ、我が王子。皆の者よく聞け。ここにいるファラオは本物ではない。アーマノイドのロボットなのだ。何を言う気でも来るんだか。本当のファラオなら民衆のために作られたこのアスワンダムを壊すなどというバカなことをするわけがない。妙な具合になってきたぜ。なんだかあの王子ロボットの声聞いたことがあるわ。ん、どうしたアーマノイド。王様の仮面を取れ。己許せん、覚悟しろ。悪は悪の弾を受けるがいい。
きだわ。生きてたのよ。しぶとい野郎だぜ、まったく。ゼロテスターね、これくらいでいい気になっていたらどういうことになるか思い知らせてやる。やっこらさっと。うぶき、お前ちゃんと心臓が動いてるんだろうな。バカ野郎、俺をアーマロイドと一緒にする気か。もう死んじゃったのかと思ったわ、ふぶき。アーマロイドをやっつけるまではこのふぶき神、死んでも死にきれないぜ。それもそうね。俺たちはゼロテスターだ。ああ、そうとも。生命一度ゼロの視線を超えた吹雪の活躍により、アーマノイドの野望は砕かれた。ゼロテスターの誓いも新たに、彼らの結束は固い。地球を守れ、ゼロテスター。さて、来週は地球は燃える。高熱を伴った謎のオーロラが地球を覆う。炎の壁に突っ込むテスター1号、燃え上がるオーロラの中にゼロテスターが見たものは何か。さあ、来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰にも渡さぬ我らのふるさと、平和を求めて飛び立つ朝は希望に輝く。ゼロテスターとは、生命維持度ゼロの限界に挑戦し、地球の明日を切り開いていく、勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。
身氷でできているかのような巨大な海潮。その口から吐くガスより発生するオーロラに似た現象は、驚くべき高熱を伴い、各地の雪を一瞬のうちに溶かしていった。そして、その海潮はついに東京の上空に来て止まったのである。重大視した立花博士はゼロテスターたちと共に直ちに東京へと向かった。キラキラ輝いてて、まるでおとぎの国から抜け出してきたみたいね。あの会長、姿は美しいが、きっと悪魔の化身なんだ。お、会長の吐くガスの勢いが激しくなったぞ。まるで本物のオーロラにそっくりだ。しかしオーロラといえば南極か北極にしか現れないんだし、それが東京に。海光線に包まれた銀座一帯の温度は摂氏45度に急上昇。博士、天の江戸星人のオフテキはもしかすると。私も今それを恐れていたところなんだ。キャプテン、奴らの目的というと、つまり燃やすことだ。え、会長の吐き出すガスはある種のエネルギーを含んだ高熱ガスだと思う。やつは地球をガスで覆い、燃やしてしまうつもりなんだ。キャプテン、怪しい飛行物体が接近中です。何だって？お、あれはハーマノイドロケットだ。ハーマノイド星人の先制攻撃だ。ゼロテスター、出動準備。数は多い。リサ、嵐、用心しろよ。大丈夫よ。任しとけ。よし、行くぞ。参った。
ゼロテスター、よくやった。テスター、ご苦労だが我々に先行して東京へ向かってくれ。了解。東京ではテスター隊が救援活動を行っている。君たちは彼らに協力して住民の避難を誘導してくれたまえ。クソ、こんなに近くにいながら手が出せないとはな。嵐、そう潜れるな。人命救助が先だ。そうよ、急がないと大変なことになるわ。さあ皆さん、早く早く避難してください。あの光っている方向が東京です。これは想像以上に強力なエネルギーだ。博士、東京一帯の温度は摂氏100度に達しました。博士、何とかして救援が間に合ってくれればいいが。博士、1号機から連絡です。キャプテン、全員無事郊外へ避難させました。ご苦労。引き続き東京周辺の警備と避難民の保護に当たってくれ。では会長の攻撃は2号機よりミサイルで行う。そんな、せっかく我々がいるっていうのに。嵐、敵はアーマノイド星人だ。会長以外にどんな手を打ってくるかわからんぞ。我々はあらゆる危険に対処しなければならんのだ。分かったら警備につけ。はい。ミサイル発射用意。ミサイル発射用意。頭部発射口を開け。追跡用レーダー及びコンピューター用意。準備完了しました。よし、発射。距離12000、11000、10000。ミサイル命中しました。成功した。これより東京を一気に燃やし尽くせ。
そして地球上の全ての都市を燃やし尽くすのだ。いいか、見る通りの状態だ。このままでは東京は全滅してしまう。残された方法はただ一つだ。我々ゼロテスターが会長を攻撃するんですね。うん、任しといてください。キャプテン、待ってました。さっきから腕がムズムズしてたんだ。だが十分注意するように。相手は2号機のミサイルでも歯が立たなかった怪物だ。心得ています、博士。博士、マザーステーションのヤンから連絡が入っていますが。うん、ここへ繋いでくれたまえ。博士、ヤンです。マザーステーションのメインコンピューターで、あの会長のガスの成分を分析した結果が出ました。やはり博士のお考えの通りです。そうか、それであの装置の開発は。はい、設計は終わって今急いで製作中です。うん、それで完成までに要する時間は。マザーステーションの電力を上げてギリギリ1時間20分です。そうか、急いでくれ。今テスターが攻撃に向かった。吹雪たちが全力を挙げます。間に合えばいいんだが。博士、あの装置とはどんな。こんなこともあるかと予想してヤンに残ってもらって開発を急いでいたエネルギー分離ビームだ。エネルギー分離ビーム。あのガスはそれ自体強力なエネルギーを持っているんだ。しかもその密度を増すごとに温度を上げていく。あのガスのエネルギーを分散させない限り会長に近づくことは不可能かもしれん。では博士、テスターたちは。さっきの時よりかなり温度が上がってるぞ。平気平気、1号機の中にいればこんな温度ぐらい。あ、見ていたわ。アラシ、リサ、ヤツを何で攻撃したらいいと思う。やつは言ってみれば熱の塊みたいなもんだと思うが。だとしたらマイナスビームでどうかしら。よし、それじゃあまずマイナスビームで叩いてみるか。はあ、会長がこっちに気づいたわ。くそ、正面から体当たりするつもりだな。よし、なんだか変だな。なんだかじゃないわ。マイナスビームが命中するたびにどんどん大きくなっていくわ。くそ、なんて化け物だ。博士、マイナスビームを浴びせると逆に巨大化するか。ということは博士、もしかしたらあの会長は氷のようなものでできているんじゃないでしょうか。氷。そうか、それで自分を高熱から保護しているというわけか。ええ、だからそこへマイナスビームを浴びせるということは氷に氷をくっつけるようなもんで、破壊するどころかかえって大きく強固にしてしまうわけなんだな。ゼロテスターにすぐ我々の話は聞こえたと思う。マイナスビームの使用は直ちに中止して高熱ビームに切り替えよう。了解キャプテン、高熱ビーム。閉めた。とどめだ。熱くて近づけん。ガスの温度500度を突破しました。このままでいくとあと10分で限界いたします。博士、あと10分か。博士、エネルギー分離ビーム完成しました。今4号機コンテナに積み込んでいます。完成したか。はい、積み込みが終わり次第4号機出動します。耐熱限界まで10分。
マザーステーションより地球まで13分。ダメか。キャプテン、ゼロテスターたちを直ちに呼び戻してくれたまえ。しかし、それでは東京が廃都化してもやむをえん。ダメと分かっていて彼らを突っ込ませるわけにはいかん。この際一時退却だ。これよりゼロテスター突っ込みます。待て、ゼロテスター。そんなことをしたらわざわざ死にに行くようなもんだぞ。博士、俺たちゼロテスターは滅多なことでは死にはしませんよ。それに私たちはこのまま東京が燃えてなくなってしまうのを黙って見てるわけにはいきません。キャプテン、まあ冷たいシャワーとアイスクリームでも用意して待っててください。よし、行くぞ。ゼロテスター、生命維持度ゼロに挑戦。ゼロテスター、引き返すんだ。戻れ、戻れ。キャプテン、今度ばかりはゼロテスターといえども。はあ。来ました。何？博士、あれがエネルギー分離ビーム砲ですか？そうだ。ビーム発射！間に合ったか。博士、あのビームは一体？あのビームでガスのエネルギーを分離させると今まで熱せられていた空気が上昇を始める。周囲の冷たい空気が流れ込んで渦を巻き始める。台風みたいに強い風でガスは縮じりになって力を失う。博士、海潮が弱っています。おう、ガスが。嵐、リサ、ええ、見えたわ。つくせおめえ、逃げてくぞ。よし、ゼロチャージ。これで東京は救われた。またしてもゼロテスターに。だがゼロテスター、この次こそ必ず貴様たちを叩き潰してみせる。そして地球を必ず我がアーマノイド星人のものにしてみせるぞ。やっぱり雪はいいな。冬はこう来なくちゃね。しかし思わぬことで休暇をもらって得したな。少しぐらいのんびりさせてくれたって罰は当たらないよ。何しろ今度ばかりはこの世におさらばだと思ったもんな。
でもキャプテンに言わせればスキーもレジャーではなくて訓練の一つだって言うかもしれないわよ。その通りだ。ああゼロテスターたるものはいついかなる場合でも。あキャプテン、怪しい鳥が。ん、バカモン、あれはお先に。あつら。生命一度ゼロの限界を乗り越えて大自然の優しさをかみしめるゼロテスターたち、しばし戦いの苦しさを離れ思い切り大地に遊べ、ゼロテスター。さて来週はレーザーカーを守れ。レーザービームを軌道にして走る宇宙電車の試運転がヒマラヤで行われる。もちろん乗るのは我らのゼロテスターだ。発射直後レーザーカーに群がる銀の羽の蝶、危ない。軌道をはみ出したレーザーカーが墜落していく。さあ来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰にも渡さぬ我らのふるさと、平和を求めて飛び立つ朝は希望テスターとは、生命維持度ゼロの限界に挑戦し地球の明日を切り開いていく勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。世界最高峰のエベレストを中心に8000メートルを超える山々が連なるヒマラヤ山脈、そこでゼロテスターの乗るテスター1号機が峰から峰へと偵察飛行を繰り返していた。アーマノイド102号、準備はできたか。はい。メビウス様、ご覧の通りでございます。なかなか見事な変身だな。よし、さあ行け102号、レーザー化計画を打ち砕くのだ。はい。
バッキー野郎、気をつけろい。ママリコ、どなたか存じませんが、ありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいのか。いやいやいや、そんなお礼だなんてとんでもない。じゃあ、待ってください、お名前を。私はただの通りすがりのものですよ。もうそれではあんまり。ん？はい。ありがとう。じゃあ気をつけてね。いらっしゃいませ。いや、ご苦労さん。いらっしゃいませ。何いたしましょう。ああ、コーヒーを一つ。かしこまりました。マーキーズ、いやらしい男ね。お待ちどうさま。ああ、君君、ブラックでいいんだよ。ブラックでね。へえ、国際科学省もすげえものを考えたもんだぜ。マッハで走るレーザーカーか。どうやら試運転は今日らしいで。誰が試乗するんだろう。そりゃ決まってるさ、ゼロテスターだよ。なんせ宇宙開発センターで開発された乗り物は全てゼロテスターの手を挙げて。ちょっと拝見するよ。いや、失敬失敬。いよいよだな。すごいな。これが問題の宇宙電車レーザーカーか。ねえ、ヤン隊員、このレーザーカーは一体どうやって宇宙を走るんですか。見たところロケットでもなさそうですし。それはですね、レーザー光線をレールにして走るんですね。違いますかな、ミスターヤン。そうです。国際科学省長官だ。なかなか見事に推理するじゃないか。君は一体どこの記者かな。アルタイル通信の黒木です。よろしく。アルタイル通信、どこの国の通信社だ。知らんな、聞いたこともないぞ。うん、まあいいだろう。とにかく、黒木君の推理した通り、このレーザーカーはだな。レーザー光線を到着地点の鏡に反射させることによってできる光の軌道を音速で走る画期的な宇宙電車である。あ、すごいな。あ、長官。立花、そろそろ出発の準備にかかりたいと思いますが。ああ、結構ですとも。立花博士を信頼しておりますぞ。お任せください、長官。長官、それに報道陣の諸君はテスター2号機に乗り込んでください。これからレーザーカーの発進基地へ向かいます。さあ、どうぞ乗ってください。しかし博士、ゼロテスターはどこで試乗するんですか。月面ですか、それとも宇宙開発センターですか。ヒマラヤです。え、ヒマラヤ。メビウス様の睨んだ通りだ。ヤツらやっぱりヒマラヤでレーザーカーの試乗をやるのだな。どうします、メビウス様。もしゼロテスターが試乗に成功しますと、人間どもはレーザーカーでますます宇宙に進出してくるでしょう。だからそのレーザーカーとやらを我々アーマノイド星人の手に奪い取ってやるのだ。
さあ者ども、ヒマラヤに向けて出発だ。発射地点はもちろん最高峰のエベレスト山頂。しかし問題はレーザーカーの到着地点をどの山の山頂にするかということです。山の高さから選ぶとすればエベレストに次いで高いカンチェンジュンガーだが、しかしあの山は距離的に見てエベレストから近すぎて十分な試乗ができないですよね、え博士。とすると吹雪たちゼロテスターはどの山を選ぶかな。皆さん、眼下にヒマラヤ連峰が見えてきました。おお、本当だ。あ、テスター1号機だ。お、ゼロテスターが来たぞ。こちらゼロテスター、テスター2号どうぞ。おお、吹雪か。早速調査結果を報告してくれ。はい、レーザーカーの出発点はもちろん最高峰エベレスト山頂。そして到着点はマナスル山頂です。我々の調査の結果では、距離的にもあらゆる点から見てエベレストとマナスルの間が一番ふさわしいことが分かりました。よし、ご苦労。ヤン、マナスルへ飛び、反射鏡を設置してくれ。はい、博士。ヤン、誘導するからついてきてくれ。オッケー、任せたよ。見て俺ゼロテスター、レーザー感を奪った上でお前たちをヒマラヤの谷底へ突き落としてやるからな。博士、点検の結果異常はありません。そうか、あとは全て吹雪の腕次第だな。心配は無用ですよ博士。そうともそうとも。もし万一のことがあっても、私たちがテスター1号機で護衛してますから大丈夫ですわ。そうとも吹雪、大船に乗ったつもりでいな。よし、それじゃあ一つヒマラヤの雪男でも脅かしてやるか。ヤンからの連絡だな。こちらマナスル山頂、準備完了しました。よし、了解。ヤン、一人で心細いだろうがうまくやってくれよ。了解。なあに、時にはたった一人で広大な自然を満喫するのもいいものさ。やっほー、やっほー、やっほー。黒木記者。よう、ヤン隊員、一人では寂しいだろうと思ってね。私にも手伝わせてくれないか。頼んだぞ。レーザー光線発射。こちらエベレスト。どうだヤン、レーザー光線をキャッチしているな。こちらマナスル、レーザー光線は確かにキャッチしました博士。よし、では1分後にレーザーカーを発進させる。了解。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、スタート。すごいもんです。さすがゼロテスターだ。やりましたね、博士。こちら
ター1号、聞こえるか、吹雪。ああ、聞こえるぞ。調子はどう？会長そのものさ、腹歌交じりだね。やめろよ、脳みそが腐る。嵐、それともお前の頭の中、脳みそ詰まってたのか。言わしておけばおのれ、頭に来るな、もう。怒るな怒るなって、少ない脳みそが加熱するぞ。吹雪のやつめ。それじゃ吹雪、私たちは一足お先にマナスルの方に行ってみるわね。了解。こちらテスター1号。ヤン、レーザー光線に異常はない？ああ、任しとけって。レーザー光線はこの反射鏡ががっちりキャッチしてるよ。ああ、おお、どうした、ヤン。当てて。ああ、どうしたんだ。くそ、どうしたって言うんだ。吹雪、どうしたの吹雪。な、何が。吹雪、吹雪。レザーカーは我々アーマノイドがいただくぞ。そんなことをさせるものか。こいつ、こちら102号メビウス様、ことは順調に運ばれました。次の作戦にかかってください。よし、墜落させるつもりはない。我々の目的はレーザーカーを奪うことだ。さあモンスター長ども行け。レーザーカーを吹雪もろとも運んでくるのだ。なんだこの巨大な蝶は。うわ、まぶしい。なんだあの蝶は。アーマノイドよ。おのれ、アーマノイド星人め、えらいことになった。もしあのレーザーカーがアーマノイド星人に奪われるようなことにでもなると。いや、何、心配しないでください長官。ゼロテスター吹雪はこのぐらいのことでは決してやられるような男ではありません。そうですぞ、待っていろ吹雪、今助けに行くぞ。目が。吹雪は極度の緊張であと1分と持つまい。そうなればあのレーザーカーは我らアーマノイドのものだ。くそ、そんなことをさせてたまるか。リザ、あの蝶をやっつけるんだ。了解。ゼロビーム。大丈夫かしら。来た来た、どうやらレーザーカーは我々アーマノイドのものになったようだな。吹雪、しっかりしろ吹雪。おお、テスター4号機だ。キャプテンだわ。エンジンを切れ、エンジンを切るんだ。奴らはその光に反応するんだ。
動力を切るんだ、吹雪。エンジンを切って、そいつらの動きをストップさせるんだ。キャプテン、早く動力を切るんだ。了解。おい、何をする、気でも狂ったのか、吹雪。おお、墜落するわ。吹雪、レーザー発射。お見事、キャプテン。残念、もう一息というところで逃げおったか。ああ、よかった。こうなりゃピンチの後にチャンスありだ。ナリサ、キャプテン、アマノイドに一発パンチを食らしてください。だいぶ痛めつかれたな、フムキ。この次は反撃だ。はい。さあ、この光についてこい、化け物照明。めっためたにやっつけてくれよ。ゼロテスターは一体何をするんだ。もうびくともしないぜ。あらゆる光線を防ぐキャノピーの中にいるんだ。いくらでも光をかき乱せ。何を言ってんだ。うわぁ、綺麗。本当だ、なんとなくロマンチックな気分になってきたな。まあ、ああ、どうぅ、本当にいざって冷たい。いや、見事ですな。虹の演出者、吹雪。トップの見出し、これに決定だ。さて、いつまでも蝶々なんかと遊んじゃいらんないぞ。そろそろ幕を下ろさせてもらおうか。それ、氷の壁にぶち当たれ。燃える心だ、太陽だ、飛び立つ彼方に虹の橋。ガッツな血潮は吹雪。これであの化け物帳も一巻の終わりだぜ。ザナンジョ。いや、やりましたな、博士。ゼロテスターですよ、吹雪は。乗れ、ゼロテスター。またしても。クソ、覚えておりメビウスがいる限り、この恨みは必ず晴らしてやるからな。待ってくれ、待ってくれ、俺を置いていかないでくれ。しくじった者に用はない、消えろ。うわあ、黒木。ああ吹雪。いや、黒木記者だって本当はアマノイド星人なんかに生まれたくはなかったんだ。そうよ、この地球に生まれていればきっと平凡な気取り屋だったかもしれないわ。だからバラの花なんか持ち歩いていたんだな、きっと。アマノイドと赤いバラ、あのバラにはどんな意味があったのだろう。
アーマノイドの冷酷な心にもかすかに人間への憧れがあったのだろうか。ゼロテスターは今自分の心に問いかけていた。さて来週は宇宙要塞を叩け。おびただしい隕石が地球に降り注ぐ。パリに、モスクワに、北京に、東京に、宇宙に異変が起こったのか。小惑星ベルト地帯に向かって飛ぶゼロテスターが発見したのはアーマノイドの宇宙要塞だった。さあ来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰に輝く母の星、力の限り守り抜け、嵐の訓練乗り越えて、目指すは勝利の星吹雪、生きる命の爆発だ、ゼロチャージで戦うぞ。アーマノイドをやっつけろ、ゼロテスター、ゼロ、我らのゼロテスター、ゼロテスター、ゼロテスター。ゼロテスターとは生命維持度ゼロの限界に挑戦し、地球の明日を切り開いていく勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。宇宙の闇を切り裂いて突如5つの火の玉が地球に襲いかかった。世界の主要都市ニューヨークに、パリに、東京に、モスクワに、そして北京に。集まってもらったのは他でもない。地球の主要都市における隕石落下事件について諸君の意見を聞かせてもらいたい。まずは地球から送られてきた資料を見てもらおう。これはニューヨーク。隕石によってえぐられた穴の直径はおよそ 5km。 隕石の重さは推定1万トンから1万3000トン。パリだ。同じく穴の直径 5km、 隕石の規模も大体同じだ。これは東京だ。穴の直径はやや小さく 3km、 隕石の重さも5000トンから8000トンの間と思われる。モスクワは被害が一番ひどく、隕石の大きさも最大と思われる。
北京は東京と大体同じだ。以上が地球から送られてきた隕石の資料だ。博士、こんな大きな規模の隕石の落下は天文学の常識で知られるところでは1万年に1度ぐらいのことのはずですが。いくら天文学上の常識か知らないが、現に1日に5つの隕石の落下が起こっちまってるんだぜ。いや、これはヤンの言う通り確かにおかしい。一度に、しかも正確に五大都市の中心に落下するとは、これは偶然とは考えられない。博士、隕石の分析結果を急いでみてはいかがでしょうか。分析は済んでるわ。地球からの分析資料をもとに開発センターのコンピューターにかけたら、隕石はいずれも第4惑星と第5惑星の間の小惑星ベルトのものと分かったわ。小惑星ベルト。緊急事態発生、緊急事態発生。未確認飛行物体接近中。未確認飛行物体接近中です。未確認飛行物体の進路上に当開発センターがあります。このまま未確認飛行物体が接近を続ければ、当開発センターに衝突します。その飛行物体は宇宙船か、それとも天体か。わかりません。ですが約9秒後にレーダースクリーンが物体を捉えることができます。小惑星だ。飛行物体は直径500メートル、重量1万2000トン、軌道を外れた小惑星と思われます。迎撃ミサイル用意。ゼロテスター緊急指令だ。目標は第4惑星と第5惑星の間の小惑星ベルト。ここにきっと何かがある。直ちに出動せよ。了解。ES102 に着陸して1号機で偵察に出よう。了解。小惑星ベルト、軌道の計算ができるものは潜水、岩、小石、砂粒のようなものまでいると数万数億の小惑星の海だ。ぶち当たらないようによろしく頼むぜ、フムキ。へへ、任しておきなって。うっと。見て、あの小惑星は変よ。自分だって第5惑星の奴隷のくせに周りに大勢家来を連れてるみたい。まったくだ。まるで自分が主人のように小惑星軍を従えてるぞ。よし、急ぐ前進。接近して調査をしてみよう。来たな、ゼロテスターのフワッパどもめ。この惑星要塞の恐ろしさを味わわせてやるわ。隕石ミサイル発射用意。目標ゼロテスター1号機。もう少し近づけ、ゼロテスター。
異常反応よ。カウント2023。まるで金属の塊よ。ということはあの星は。嵐、リサ、チャージシートにつけ、戦闘用意だ。メビウスさん、ゼロテスターに感づかれたようです。チャラくさい、逃すか。隕石ミサイル発進。分かってる。だがあんなたくさんの小惑星をいちいち撃ち落としているわけにはいかないんだよ。もう先回りされたな。フブキどうする。目標を分散させる。チャージアウト。うまく逃げおったな、ゼロテスター。だが、生きてこの小惑星ベルトからは出さぬぞ。今に思い知らせてやる。ゼロテスターからの報告によると、世界の5大都市とこの宇宙開発センターを襲った隕石は誘導隕石ミサイルらしい。誘導隕石ミサイル？強力な磁力をコントロールして小惑星を自在に操る恐ろしい兵器です。アーマノイドの武器が誘導隕石ミサイルだとすると、これはゼロテスターといえどもちょっと歯が立たんぞ。キャプテン、ヤンと一緒にゼロテスターの応援に行ってもらいたい。対誘導隕石ミサイル磁力遮断砲です。よし、4号機に積み込み次第出発だ。ゼロテスターめ、2号機に逃げ込んだか。よし、誘導隕石ミサイル集中攻撃。小惑星群接近、レーダースクリーンに切り替え。バリアを張ってくれ。了解。バリア設置完了。小惑星落下まで約5秒。この分ではバリアを破られるかもしれない。バリアは意外に優秀です。小隕石の攻撃ぐらいではびくともしません。ねえ、何をしておる。小隕石がダメならエネルギーを一つに集めてバリアを突き破れ。
星接近。大変だわ。今度の隕石ミサイルは1個だけど桁外れの大きさよ。くそー、バカでかい隕石ミサイルを飛ばしてきたぜ。嵐、バリア解除だ。何？気でも狂ったか、吹雪。バリアを外せば隕石ミサイルの餌食だぜ。あんなバカでかい隕石にはバリアは効かん。ミサイルで撃ち落とす。なるほど、了解。バリア解除。メビウス様、ゼロテスターがバリアを解除しました。なんだ、ゼロテスターめ、何を企んでいるのだ。大隕石ミサイル接近。距離3万、2万5千、2万、1万5千、1万5千。ミサイル発射。失敗です、メビウス様。ミサイルで撃ち落とされました。いまいましいゼロテスト雨。ど、待てよ。ゼロテスターの弱点が分かったぞ。しまった。アーマノイドにこっちの弱点を晒してしまった。もし敵の小隕石ミサイルをバリアで防いでいる間に大隕石の攻撃を同時に受ければ、とてもかわしきれない。こうなれば、あとはキャプテンの対誘導隕石ミサイルと磁力遮断砲の到着を待つだけだ。もっともっと出力を上げろ。小隕石ミサイルと大隕石ミサイルの二段攻撃で一気に叩き潰すのだ。エネルギー補充は目いっぱいです。これ以上の補充は危険です。よし、全エネルギーを一気に放出するのだ。まずは小隕石ミサイル発進。小隕石ミサイル接近。来たか。できる限り持ちこたえるんだ。嵐、バリアを張ってくれ。了解。案の定バリアを張ったな。バリアを張ればミサイルは使えまい。それ、大隕石ミサイルで追い打ちをかけろ。これでゼロテスト雨は一巻の終わりだ。来たぞ。出力はもう上げられないか。これでは大隕石どころか小隕石にもバリアは破られるぞ。ダメだ、目いっぱいだ。これ以上上げられない。やってきたわ、大隕石ミサイルよ。はあ、あの大隕石が命中すれば一巻の終わりだ。ゼロテスター、頑張れ、今行くぞ。キャプテン、早くしてください。大隕石ミサイルが襲ってくるんだ。分かってる、
威力遮断砲急げ。2号機上の大隕石ミサイルを移動しろ。了解。アイビトキャプテン、命拾いしました。礼などいらん。それよりこのチャンスを逃さず一気にアーマノイドの惑星要塞を叩くんだ。敵の隕石ミサイルは4号機の磁力遮断砲で牽制するから大丈夫だ。頑張ってくれ。いいか、行くぞ。了解。テスターね、お釈にもこの惑星要塞に向かってくれば目にもの見せてやる。出力を上げろ。今度こそゼロテスターを一気に粉砕するのだ。キャプテン、隕石ミサイルです。よろしく頼みます。任せておけ。対隕石ミサイル磁力遮断砲用意。了解。空間に固定。よし、ゼロテスター聞いての通りだ。隕石ミサイルは空間に固定した。あとはお前たちの日頃の訓練が物を言う。一気に惑星要塞を叩け。小惑星との接触を注意しろ。了解。生命維持のゼロへ出陣。燃える心だ、太陽だ。ゼロビーム用意。ゼロビーム。つけろ。ゼロテスター。ゼロ。我らのゼロテスター。ゼロテスター。ゼロテスター。どうやら終わったな。ゼロテスターの活躍により第4惑星と第5惑星の間に浮かぶ小惑星ベルトの悪の城は滅びた。だが悪の根は宙にさすらい闇に潜み侵略の牙を研ぐ。ゼロテスターに安らぎの日は遠い。頑張れゼロテスター。
さて来週はアーマノイドの贈り物。子供たちのところにゼロテスターから楽しいクリスマスの贈り物が届けられた。ところが突然その贈り物が子供たちを飲み込み、どこへともなく連れ去ってしまった。出動せよゼロテスター、アーマノイドの企みを暴け。さあ来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰にも渡さない。